今日から始まる新しいコーナーです。題して The Marvelous New Music、このコーナーでは僕が本当に KO された、これはすごいと驚異的に感じた新しい世代の音楽、新しい新人もそうですし、新婦もそうですし、ベテラン勢だとしても、今この時代に必要であり、大きく杉蔵がその心精神を揺さぶられた新しい音を紹介していきます。リスナーの皆さん、もうすでによーく知ってるミュージシャンだと思います。なんですけど、やっぱり紹介せずにいられない、ミレニアムパレードですね。ご承知のようにキングヌーの常田大輝くんがね、リーダーとなって、同年代の、ミュージシャンや様々なカテゴリーのアーティストが集まった天才表現集団ですね。ザ・ミレニアム・パレードというアルバムを今年リリースしました。その中で一曲、本当に素晴らしい曲があって、実は今年 NSK スペシャルでね、2030未来への分岐点という素晴らしい番組があって、そこのテーマソングでもあった2992という曲を聴いてもらいます。キングヌーは以前からとても注目していました、杉蔵は。やはりね、ついにこういう人たちが出てきたというね、喜びと悔しさ。ああ、ついに出てきた。もう叶わない。自分は本当はこうなりたかった、こうやりたかったっていうね、自分より30歳ぐらい下の世代なんですけど、こういう奴らが出てきた日本の音楽シーンっていうのは、本当にね、可能性に満ちている。今、とっても、日本の音楽は強いと、実感しています。今日聴いてもらう、2992、エルムホイという、また最高の女性ボーカリストが、素晴らしい歌声を披露してます。ぜひ聴いてください。ミレニアムパレードで2992。お送りしたのはミレニアムパレード2992でした。このインダストリアルなね、電子音楽なノイジーな世界と、オーケストレーションと生の、バンドのグルーヴと、その3つの要素が最高のレベルで絡み合った新世代の音楽でした。大ファンです。ミレニアムパレードでした。